ディアリオデナバーラは、スペインナバーラ州パンプローナで発行されている、日刊誌。意味は、日刊ナバーラ。ディアリオデナバーラは1903年に、ナバーラ地方のご家族によって設立された。本部は、パンプローナに置いている。創設家が所有するグルポラインフォルマシオンの一部であり、発行者もグルポラインフォルマシオンである。1970年代今ディアリオデナバーラは、 ナバーラ地方がスペインに残ること、一方でバスク州がスペインから独立するという見解を指示した。バスク独立主義者は、ナバーラ地方も含めたバスク地方全体の独立を支持しているため、1979年8月22日、バスク独立主義過激派のバスク祖国と自由は主観であるホセ・ハビエル・ウランガの暗殺を試みた。ディアリオでナバーラは、 政治的に中立な立場を保っている。1993年の発行部数は63,312部、日だった。2001年には、ナバーラ州で最も読者数の多い新聞だった。2003年には、スペイン全体で13位の発行部数だった。2009から10年の発行部数は49,065部、日だった。 2011年の発行部数は4万4000部、日だった。ありがとうございます。